他にももう一個ニュースあるんですけど、面白いのが、うん、これ愛知県一宮市の話なんですけど、あの道を聞こうと思った車が、うん、あのクリーニング店に入ろうとしたんですよ、うん、そしたらそのままあのクリーニング店に車ごと突っ込んでくって、やばやば、写真やばいっすよね。窓ガラスもバリバリで割れて、で、まあでもこれもまたあの84歳の女性なんですよ。84歳の女性が運転する系、すいませんだね、すいません、早く道、ガシャなんや、早く道聞きたすぎて、そうやな、まああの、ちょっと突っ込んじゃったみたいな、行ったのかなと思ったら、もうちょっとなんか警察も呆れてますかね、本当やね、84歳に運転させるのもちょっと限界かもしれんな、限界っすよね、うん、これはもう、これもまた一宮市です、これ一宮市なんですけど、小沢線工さんですね、のあの工場と倉庫が合わせて 3400m 燃えたんですよ。その燃えた理由が、あの市内に住む12歳と13歳の中学1年生の男子生徒2人が、あの虫除けスプレーじゃ、殺虫剤あるじゃないですか、ゴキブリとか倒す蜂対策とか、それにシューってやって、でライターで火つけて冷やすみたいな、蜂の巣をなんか退治しよう、中学生の時にだからやろうとするんです、ね、はいはいはい、それをやって、でもあの工場燃えたんですよ、そのまんま。でこれめっちゃすごいのが、まあでも14歳未満なんで、あの刑事責任は問われないじゃないですか、でまあ児童相談所に通告するんですけど、小沢聖子社長さんはめっちゃすごい、めっちゃここ広いんですよ、あのめっちゃムキムキでゴリゴリなんですけど、見た目ですごいです、子供たちがやったことなんで、まあ諦めるしかないって言ってますよ、工場燃やされてるんですよ、やば、工場燃やされてて、まあ仕方がないって言ってるんですよ、めっちゃ心広くないですか、広いね、体もでかいしね、ほんとやばいです、で、まあ悔しいが仕方ないって言ってて、めちゃめちゃいい人じゃないですか、でこんな心広い人、うん、すごいな、これはちょっとあの感動したっていうか、そうだね、こっちはね、今それで救われたよ、そんなの前の2つの2件で、そうです、そうです、なんで、でそれがやっぱ心広いんだなと思って、そうだね、コロナがあって、ね、さあコロナでも経済的な面でも多分あの大変だったはずじゃないですか、いやそうそうそう、小沢さんは、うん、なのに、うん、すごいな、いや本当だね、だから多分ねリアルに出るよね、なんかさ、はい、あのコロナがあってさ、そう仕事なくなる人とも出るじゃん、はい、でわけわかんなくてさ、はい、下半身露出する人もいるからさそんな人ばっかの中で、まあ、ばっかかも知らんけど本当やばいっすよ、本当にやばい人になる、はい、まあタイミングはかもしれんけど、はい、そこら辺で人間性が出るよね、そこでもちゃんと踏ん張り効く人とみたいな、やっぱすごいっすよ、いやすごいよねやっぱ